はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。今日もイージードラマー3にスポットを当ててみていきましょう。たくさんの機能の中でもグルーブスというタブに焦点を当ててみてみます。グルーブがあるというのはどのドラムソフトでも一緒なんですけれども、トゥーントラックのグルーブスという機能はとっても検索システムに優れていると言えると思います。それはどういうことかというと、まずはクリアオールをします。するとここにたくさんのグルーブがあります。私の場合はイージードラマーの2も持っていますし、1のポップロックというのも入っています。そして別途購入しましたイージー X のドリームポップ、ラテンパーカッションというのまであります。例えばパーカッションもこれで選択しまして、このようにするとパーカッション系の音が鳴るようになっています。あれ、パーカッションじゃないよと思った方、これは今はドラムキットが選ばれているからです。ここにラテンパーカッションというのがあります。これを選択するとドラムキットがパーカッションに切り替わります。ちょっと見てみましょう。こんな感じです。ですからこれで同じように鳴らしたら、以前の EasyX も使えるということになります。ここでクリアオールをします。上のこの領域は検索用のカテゴリーなどを選べるエリアになっています。例えばエニーというのを選びます。そしてプレイスタイルがスタンダード、そしてストレート、このようにやりますと、またこれもドラムが違いましたね。ドラムをメインルームに切り替えます。するとこんな感じです。今日はあえて失敗したところもたくさん見せていこうと思います。実用的な解説になるようにです。そしてテンポを1/2と倍速を選択できるようになっています。これで1/2にします。するとこんなに遅くなります。倍速にします。このようになりますね。1/8拍子に切り替えたりということができるようになっています。ちょっと聞いてみましょう。このようになるわけです。通常は1倍速で使います。そして全体的なベロシティをここで変えることができます。こうすると音が大きくなります。そしてその横にあるのがショーウェブショップミディという風になっています。これを選ぶとこのようにライブラリーがたくさん表示されます。ライブラリーが増えたのではなくって、購入前にどんな音があるかというのをすべて聞けるようになりました。検索をオールクリアしまして、ここでどれかのライブラリーを選んでみます。するとこのようにあります。すべての音が聞けるようになっています。このようにあるんですけれども、これはうまくできていまして、ドラッグをしようと思ってもトラックに持ってくることができません。いわゆる主張はできるけれども使えないということで、トゥーントラックさんも商売上手ですね。これを邪魔だと思った時はこのボタンをもう一度押しておきます。このようにライブラリの数が減りました。そしてこのように選べるわけですけれども、左でまず絞り込んでおくこともできます。イージードラマー3のものとかいうように、これは検索するというよりも3以上でどんどん奥に入っていくということになります。こうしてイージードラマー3のストレートハーフタイム、1/4拍子、コーラスというふうに選んでいったわけです。このようにして絞り込んでいくわけです。
その他にタップツファインドというトゥーントラックさんのとってもよく考えられた検索システムがあります。はい、このようにメトロノームが鳴ってここに打ち込んでいけることになります。ちょっと四つ打ちをやってみましょう。はい、これでサーチボタンを押します。すると今の感じでどれぐらいマッチングしているかというのがここにパーセントで表示されます。 100% というのもありましたので聞いてみましょう。はい、これは 70% です。このようにして検索ができるということです。このタップツファインドにはここで2小節分で検索することもできます。これで検索しましたらどんな風になったでしょうか。このようにしてグルーヴが検索できるということになるわけです。ここで検索したグルーヴを実際使う方法をやっていきます。下に先ほどテストしたものがあります。ですのでこれをデリートで消しておきます。使いたいグルーヴはこのようにドラッグ&ドロップで下に持ってくることができます。基本4小節のものが多いですけれども、それは4小節であるか8小節であるかというのはここに数字が書いてあります。例えばこれは4小節ということになっているので、これは半分の長さになります。このようにできるわけです。そしてここにネームというのがあります。例えばこれはブリッジとなっています。ブリッジを引っ張ってくるとこのように緑色になりますし、ブレイクっていうのがありますが、これを引っ張ってくるとこのように色が変わります。このネームによって色分けをしているというわけです。このようにドラッグ&ドロップで持ってこれますし、フィルを入れたい場合などはここでフィルを検索しておきます。そうしましたらここにフィルばかりが並びます。はい、このように例えば1小節のフィルがあるとします。そうしましたらこれを引っ張ってきてこの末尾にフィルとして付け加えれるわけです。はい、このようになりました。ちょっと聞いてみましょう。このようにフィルはオレンジ色になっていますので、このように重ねていくとフィルを入れることができます。ここで初心者にとっても優しい機能があります。ソンブクリエイターという機能です。ソンブクリエイターというのは、例えばこれをもう一度フィルを外しておきます。そしてグルーヴを選択します。はい、これなんかがいい感じですね。そうしましたらこれをここにドラッグします。するとそれに合ったこのようなアレンジを一曲全部考えてくれます。ここには AAA とか AADA とかそういうような名前になっていますので、 AADA を選ぶとこのような形になります。ショートというのを選べば短めの曲が作れるということになります。まずこれをすべて選択して消しておきます。そしてこのアレンジをこうやって持ってくることができます。
するともう曲全体がイントロからすべて構成ができるということになります。もし長さなどが違う場合はこのように紫のところまでを選択しておきます。そして後ろにずらします。そしてこの手前を複製すればいいわけです。複製の仕方はコントロールキーを押しながら、 Mac の場合はコマンドを押しながらドラッグすると複製できます。このようにして構成を考えていくことができるようになるわけです。この構成というのはここでプラスというマークがありますので、これを押すとトラックを新しくして作っていくこともできます。 A のアレンジ、 B のアレンジというように自分でパターンを考えてみて、そしてアレンジのトラックも選択しまして違うアレンジを考えてみる、こういう作り方ができるようになります。そしていつでも先ほどのトラックと切り替えることができるようになっています。もうこうやって曲全体ができましたら、それなりのフィルなどが入って演奏することができます。再生したりするときは小節番号が入っているところ、ここの下側をクリックするとカーソルを持ってくることができますので、この再生ボタンを押すのもいいですけれども、コントロールを押しながらスペースキーを押す。Mac の場合はコマンドとスペースですね。それを押すとそこから再生ができます。今聞いていただいて分かったように、これらは単純なループが入るのではなくって、ちゃんとフィルなども入ってくれるというわけです。もう音楽制作の経験の長い人は、ソングクリエイターという機能はあまりいらないかも分かりませんが、初心者の方々にとれば、A メロではハイハットで刻んで、サビになったら、ライドシンバルで刻みをする、というような王道のアレンジがありますけれども、初心者の方はそんなことすら分かりません。どんなグルーブを入れたらいいかがわからないでアレンジすると音楽自身がトンチンカンな音楽になる場合があります。音楽は自由ですので絶対それがダメというわけではありませんけれども、基本の王道に持っていくのにはこのようにバースで使うもの、コーラスで使うもの、そしてブリッジで使うもの、それがわかれば勉強にもなると思いますので、ソングクリエイターという機能は、とっても初心者には優しい機能だと思われます。そしてソングクリエイターにはソングパートというのがあります。イントロからバース、そしてプレコーラスなどというふうに、ここで一つ一つのブロックで、選択ができるようになっています。ちょっと聞いてみましょう。バースに良さげな音ネタがここに入っているわけです。もちろんこれはこの左にドラッグしたグルーブに近いもので構成されるようになっています。そして、あ、これの方がいいなと思えば、これをバースに入れ替えればいいということになります。ちょっと入れ替えてみましょう。このバースを一旦消します。そしてこれをここに入れるということになります。こうやって置き換えができるんですけれども、最後のエンディングまで全部出てるということになります。画面の小さな方でもこのように一番小さく横幅をしておいてもちゃんと全体が見えるようにできています。画面が大きい人は横広に使う方が、今日はお話ししませんが、このミキサーを使う時などでも横幅いっぱい使えて便利かもしれません。そしてドラッグ&ドロップする時には全体をドラッグするのはもちろん、囲んで選択というやり方もあるんですけれども、この何もないところで、右クリックなどをすると、セレクトオールができますので、その状態でドラッグをしてくると一曲すべて出来上がります。小節数にして118ぐらいまでアレンジの構成全部を持ってくることができますし、V
部分だけ持ってきたいような時は、1個のセクションだけを選択して、ドラッグしてくることも可能です。あと、グルーブの置き換え機能というのもあります。例えばこの紫のブロックを選択しておきます。これを違うグルーブに置き換えたいとき、そのようなときは、ここにリプレイスMIDIというのがあります。これを押すと、置き換えたいグルーブを検索することができます。例えばこのように選択をしまして、そして、このように検索をして、いいなと思うフレーズがありましたら、ここでセーブチェンジドというのを押せば、今、柿色の画面が元に戻ります。そして入れ替えが完了します。このようにして、グルーブを入れ替えることも可能です。ちょっとここだけ聞いてみましょう。このようにして、置き換え機能というのも上手に使ってください。そしてもう少し詳細な話としては、置き換えを3つの重要なハイハット、キック、そしてスネア。このように3つのパート、そこだけ置き換えることができるようになっています。こうしまして置き換えしますと、スネアだけが置き換わりました。ちょっと聞いてみましょう。こうして、スネアばっかりを、もう少し手数のあるもので、テストしてみましょう。はい、これでスネアだけ置き換えます。そうしましたら、はい、このようにスネアだけが置き換わりました。今日は最新の Easy Drummer 3のグルーブスという機能について解説してみました。次の機会は大本命のグリッドエディター、このあたりのところを話していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。